ょっと手を貸してもらえない？困ってて。助けてくれない？あら、エージェント。どうも。元気そうね、エージェント。アンドリュー・エドワーズより同胞のエージェントへ継ぐ。コントロールポイントが明け渡された。今から調査に向かう。問題ないと思うが俺一人だから、援護してくれるなら断りはしない。付近にサプライドロップを検知。ディビジョンエージェントが援護を求めてる。彼の名前はアンドリュー・エドワーズ。最後に確認された場所はコントロールポイント内だ。エージェント、そこへ向かってエドワーズを探し、サポートしてやってくれ。救難信号を検知。まずいぞ。
ベース一致、アイテムを検知。エージェント、通信に問題発生だ。音声が聞こえない。システム異常発生。システム復活。エージェント、大丈夫か？しばらく通じなかったが、エドワーズは残念だった。生体認証を見ると苦しい最後だったようだ。チームを送って彼を引き取ろう。エージェント、お前が無事なのは良かった。その調子でな。サプライドロップ検知。いつものこの時期は湖に。敵の増援を検知しました。
サプライドロップダッシュ。敵が接近中。増援を検知しました。サプライドロップダッシュ。サプライドロップダッシュ。クレートが全て空です。サプライドロップが完了しました。あんたたちは頼りになるわ。こうしてるとお腹がすく。味方コントロールポイント検知。終わりか。みんな無事か。敵が接近中。サプライドロップダッシュ。敵の増援を検知しました。終わらせてやろうぜ。敵が接近中。
サプライドロップダッシュ。クレートが全て空です。サプライドロップ完了。近くに味方コントロールポイントを検知。敵の増援を検知しました。付近に敵が護衛する施設を検知しました。
増援を検知しました。サプライドロップダッシュ。敵が接近中。生体使用危険領域。俺が守ってやる。敵の増援を検知しました。サプライドロップを回収中。サプライドロップダッシュ。サプライドロップダッシュ。クレートが全てからです。サプライドロップが完了しました。敵の放送を検知しました。
近に味方コントロールポイントあり。アクセスキー検知。処理に失敗しました。マニュアル操作が必要です。この戦いはアメリカを救うためのものじゃない。この腐った街を見てみろ。愛国心を育む余地などない。この国は7ヶ月前に処理を再開。マニュアル操作が必要です。この街は危険であふれている。人、病気、飢え。見知らぬ人間を無条件に受け入れるほどの余裕は私に手を貸してもらえると嬉しいんだけど。この何でも屋を使ってくれ。売れるものは何もないけど、クラフトステーションなら好きに使って。じゃあ。何かお探しかい？喜んで買い取ろう。またよろしく。次はもっと在庫があるといいんだけど。貸してほしいんだけど。
近くに敵の護衛施設があります。電子機器を検知。スタンの話をするのは辛い。みんなも彼のことは知ってるだろう。ろくでなしだったのは確かだ。でもだからこそいなくなって寂しく思うんだ。どれだけ人から好かれていたのかという、そんな普通の考え方じゃ全容はわからない。スタンはその電子機器を検知。ヘンリー、ここで何してるの？隠れてる。何から？全てから。なんで？何があったの？特に何もないさ。話聞くわよ。何でもない。ただいろいろ及ばなくて。へえ。なんだその言い方。あなたが及ばないなら残りの私たちはどうなるの？あなたはなんていうか不屈の男でしょ。不屈の男？ヘンリー、自分に自信を持って。さあ、くよくよしてないで何か食べましょう。もう限界なんだ。生き残ったところで希望がないようじゃ皆の士気を高めるのも難しい。どうも、ヘンリーだ。ねえヘンリー、同情はするけどこっちだって問題はある。大きな問題がね。協力する。人手はいるだろう。ちょっと、人は回せないって言ってたでしょ。今はそうだが、連中の気を引いてくれれば。できることはもう全部やってる。何よ、あの壁の向こうは地獄そのものだ。うちの警備が一瞬でも崩れればおしまいだ。全てがな。何してるのかは知らんが、ありがたみは感じない。エージェント、まだ余力は残ってる？携帯電子機器を検知。ヘンリー、ヘンリー。なんだ？彼が亡くなったか？そうか。少し彼との時間をくれないか？もちろん。君ができる限り全力を尽くしたのは分かってる。8ヶ月か9ヶ月前なら救えてた。その頃ならそんなことする必要もなかった。彼は薬剤師だった。銃撃される心配などいらない仕事だったんだ。ゆっくりでいいわヘンリー、外にいるわね。付近に敵が護衛する施設を検知しました。しすぎる前にそろそろ行った方がいいんじゃないか。長いは俺の趣味みたいなもんで。ラッキーな男だ。好きなことをして最後を迎えられるんだからな。それ本気か？実際そうなったらそこまで楽しめないだろうな。俺とやる気か？やってみろよ。喧嘩では君に勝てない。だが言葉で君を殺すことはできる。それが望みか？ならよそへ行って長いしてやる。賢明だな。じゃあまたな。それはどうかな。近くに敵の護衛施設があります。もうおしまいだ。どう考えても八方塞がりだ。まあヘンリー、なんとかなるって。
どうやって？食料が尽きかけてる。最後に物資が来てから数週間。もう来るとは思えない。飢え死にはしないさ。甘い考えを皿に乗せたって腹は膨れない。作物は間に合わないし量も足りてない。最近外に出たか？野生動物がワンサといるんだ。Kストリートなんかアライグマに占拠されてたぞ。こんなところに閉じこもってたら何の意味もない。アウトキャストの奴らは私たちを消そうと躍起になってる。ヘンリー、乗り切れるよ。バッタやクズを食べればいい。ここはジェームズタウンじゃないんだ。俺たちは人を食べるような末路はたどらない。すまない。その通りだ。君は正しいよ。自分を見失ってたみたいだ。お前は重荷を背負ってきた。でもここまで率いてきてくれたんだ。この先も共に歩もう。携帯機器を検知。おい、大丈夫か？どうした？何でもない、大丈夫。そう見えない。ごめんなさい、私らしくない。だから心配してるんだ。今日が結婚記念日だったのを思い出しちゃってね。そうか、それは辛いな。あなたはもう立ち直った？ああ、だが気づいたのは1週間も経ってからだった。ひどい夫だったことと、もう自分が夫ですらないことに気づいて二重に辛かった。もっと悪いことも思い出した。もうすぐ息子の誕生日なんだ。ごめんね、ヘンリー。あなたまで落ち込ませる気はなかったのに。気にしなくていい。私から声をかけたんだ。一つ言えることがあるとすれば、それが慰めになるものなんだ。私も以前は一人で抱え込んでいた。それが気遣いだと思っていたからだ。だが苦しむ私を見て、助けようとした人たちの気持ちを考えてなかった。私も自分に酔ってただけなのね。よし、それと君は顔に出るタイプだから、一か八かの賭けポーカーはやめておいた方がいいぞ。どうも。付近に敵が護衛する施設を検知しました。会えて嬉しいわ。電子機器を検知。財務省付近のコミュニティが助けを求めている。アウトキャットを騙されているんだ。ジェドが配線のやり直しがしたいって。緊急じゃないけど早めに対処しといた方がいいわ。何か不都合は？そうね、最低でも数時間は発電機を止めないといけない。それは問題なのか？今後のための計画的な機能停止と、いつ起きるかわからない無計画の機能停止、どっちを取るかってことよ。まあそうだな。で、私はどうすれば？作業の許可を出してほしいの。おいおい、そんなことで私の許可を得る必要はない。君の判断に任せる。君だけじゃない、全員自分がやるべきだと思えば私の許可など不要だ。分かったわ、ヘンリー。次からはそうする。携帯機器を検知。
デタラメだ。俺はもう何年も捕虜を使ってる。あなたがどこ出身かは知らないけど、それはアリゾナの砂漠とかの話でしょ。でも DC は文字通り湿地なの。ひどいことになるだけよ。それも試験だ。マイク、これはジャニーンの専門分野だ。彼女の意見に従おう。でも自分の言い分を証明したいならコミュニティの外に掘りを掘ってくれ。万一のこともあるからな。分かったよ。胴長靴も忘れないようにね。近くに敵の護衛施設があります。なあヘンリー、なんて言ったらいいか。真実を話せばいい。君は問題ないと言っていたはずだ。問題はなかった。あの時点ではな。あの時点とはいつだ。ああ、木曜とか。つまり君はそれから5日間何もしなかったと。5日間もか。何もしなかったわけじゃない。こいつを直そうと休みなく働いてた。でも問題はそこじゃないんだろ。俺のことだ。お前は俺を信頼してないんだ。その通りだ。どうして信頼など。ジャニーンは信頼してるだろ。それは彼女が自分のやっていることを把握しているからだ。それに分からないときはすぐ言ってくれる。一方君はどうだ。言い逃れや言い訳ばかりじゃないか。都合のいいことしか言わない人間は信用しない。そういうのはもうやめてくれないか。